先発和田、立ち上がりから、まあ、本人はあんまり良くなかったという中でワンアウト一塁、バッターカブレラレフトフライにボールを打ち取りました。さらに T 岡田、 T 岡田はこの2戦はあまりまだ目立ってません。一方オリックス先発は近藤です。これは1回本田がバントヒットを入れました。絶妙のバントですね、はい、絶妙すぎるぐらいのバント、なかなかこれはできません。すかさず盗塁、この辺でも苦手近藤を揺さぶるというね、意識十分でした。そして松田三振の後、小久保がタイムリーヒット。ツーストライク取られたからね、これ切り替えましたよね、右方向にね、はい、1点を先制です。1対0のまま4回です。ここですね、この本田のファインプレー、ドンピシャですね、ドンピシャのジャンプですね。金子圭介のカラプレースもうまく打ったんですが、そしてこれがここに吠えたという満塁の場面での荒金空振り三振、ピンチをしないで吠えました。一方オリックス近藤から、この回先頭松田がレフト前ヒット、さらに小久保もつなぎます。ノーアウト二塁一塁、そしてバッター田村、ここが一つポイントと話された場面です、はい、ね、あのコースに逆らわずに、ね、タイムリー、なおかつノーアウト二三塁ですよ、そしてペタディーニがフェンス直撃2点タイムリーツーベースで4対0とします。惜しかった追加点が、まあ、ペタディーニによってもたらされました。ゲームは5回です。今度はもう4回途中でノックアウトになりました。2番手古川から田村がレフト線へタイムリーツーベース、5対0と久々4点以上取ったという福岡ソフトバンク。ここからはオリックスはリリーフ陣をどんどん打っていきます。6回です。ツーアウトランナー1、3塁からバッター本田、これもいい当たりでした。センター前タイムリー、本田は今日猛打賞。6回でリードを広げます。さらにランナー1、3塁で増田、増田もタイムリーヒット、7対0で、和田の方も7回まで無失点でマウンドを降りて、8回からハルケンボーグ調整登板なんですけれども、先日打たれたのがまだちょっと残っていました。連打連打でカブレラ、さらに T 岡田にタイムリーヒット、7対1。続く北川もこれ本当もホームランかという当たりでしたが、ただ T 岡田というよりこのカブレラが、まあ、ボンヘッドを見せまして、 T 岡田がアウト、カラバイを三振の後、横浜ライト前タイムリー、7対2となりますが、なんとかハルケンボーグもその後抑えました。そして最後9回はマハラ、今日はセーブのつかない場面でしたが、きっちりとマハラを抑えました。和田、マハラ単独トップ14勝目、自己最多タイの14勝目、ソフトバンク連敗を6で止めたというゲームです。